始め、よし、計測、進行。今運転士が2つのボタンを同時に押しました。列車が徐々に動き出します。先週報道陣に公開された鹿児島線での試験走行、車両に搭載された装置が走行中の速度調整や列車の停止を自動で制御します。発車。 JR 九州は将来的な運転士不足を見越して、免許を持たない職員でも列車を走らせることができるよう、香椎線で2019年から自動運転の試験走行を開始。現在は香椎線の6割を超える車両で客を乗せて自動運転を行っています。これまでに延べ30万キロ以上走り、17万回を超える停止を繰り返してきましたが、手前で止まることはあってもオーバーランや事故は発生していないということです。香椎線の実証データ技術とノウハウをもとに、鹿児島線の赤間駅から久留米駅までの区間で自動運転支援装置の試験走行を今月10日から始めました。鹿児島線での試験は香椎線と違い、運転士の負担軽減を目的としています。車両に搭載された装置には、駅や線路の形状に加えて運転士の走行データが記録されていて、模範的な運転ができるといいます。香椎線の仕組みですと、基本的には線路の条件だけをしか知らなかったので、早く着いたりしがちだったんですけど、その分も当然消費電力も多い。今回はもう運転士の模範運転を元にしてるんで、まあ、ほぼ100点という走りができています。運転士は手動で運転することもできますが、基本的に装置が自動で速度調整してくれるため、負担が大きく軽減されます。こう支援してもらってるなっていう感じはあります。自分で手動で運転するときは常に遅れていたり時間を調整しながら走っているので、そういった面で速度調節を極力しなくていいっていう部分が大きいと思います。今回の試験走行では正常な位置に停車できるかなどをチェックしていきます。今後実際に実証運転に入れていくまでには、運転手さんの役割と装置の役割がしっかりこうフィックスできるような仕組み、取り扱いというのを定めていく必要があるというふうに考えております。 JR 九州は今後試験走行を重ね、早ければ来年度末にも客を乗せた形での実証運転を始めたいと話しています。